下田市のまとめによりますとこの夏市内9カ所の海水浴場を訪れた人数は合わせて14万1650人でした去年と比べると場所によっては2倍以上に増えたところもありますが全体では76%ほどにとどまりおよそ4万3000人減りました海水浴客の減少について市は新型コロナの感染拡大に加え お盆期間などに長雨が続いたことが影響したとみています。また、新型コロナの感染が広がる前の一昨年と比べると、海水、浴客数はおよそ27万人少なく率にして3。4%余りと大幅な減少となっています。